鳥井慎一郎は、日本の実業家でサントリー元社長、元会長、元関西経済連合会副会長、大阪府出身。1956年大阪府立池田高等学校卒業。1960年ノースウェスタン大学卒。1963年神戸大学法学部卒業。住友銀行を経て、1967年にサントリーに入社。 国際本部長を経て1972年取締役となり、1990年3代目の創業家社長に就任する。サントリーホップス、マグナムドライといった発泡種のジャンルを切り開くキーパーソンとなった。その後2001年に会長に退き、2004年3月からは相談役になっていたが、同年7月5日、肺炎のため死去。66歳没。 サントリーを創業した鳥井新次郎は祖父父はサントリー副社長の鳥井義太郎母は半急半神東方グループ創業者小林十三の娘でサントリーの親会社受不動産の大株主であった春子実則はサントリー食品インターナショナル社長の鳥井信弘サントリーホールディングス会長佐治信忠は重定にあたり同時に 元テニス選手の松岡修造の十七にあたる、ありがとうございます。